立憲民主党は参院選選挙区選挙で議席を失い比例代表で目標の約半分の677万票の獲得に低迷日本維新の会を下回った結果について執行部に大きな責任があると指摘し野党第一党であることは自明の前提ではないとした。 厳しく現状を見つめたつもりらしい立憲民主党は敗北した参議院選挙の総括に向けた議論を本格化させました泉代表の進退を議席を減らすという大変厳しい戦いの結果となりました本当に申し訳ございませんでした両院議員懇談会には所属議員や落選者およそ90人が出席し改選23議席から 17議議席へと敗北しししたた参院選の結果について議論しました執行部の刷新を求める声も上がりましたが泉代表は今後の体制をどの参院選総括案では泉代表が標榜した提案型野党についても国会論戦において批判か提案かの二者択一に自らを縛ることとなり 意図に反して立憲民主党が何をやりたい政党かわからないという印象を有権者に与えることになったと分析、さらに、選挙公約が有権者に響いていないと指摘、質問、論戦はもちろん、政府への要請や法案提出などは他党よりも熱心に取り組み実績を上げているが、それらのことは有権者にはほとんど伝わっていないとして、 与野党で緊張感のあるせめぎ合いを繰り広げていくことが必要としている。立憲民主党の置かれている現状について、政策がいいのにイメージが悪いとし、ジェンダーなどを掲げているリベラルな政策についても、有権者には改革ではなく鬱陶しいお説教と受け止められているなど厳しい言葉が並んだ。その上で、参議院選挙では中堅。 若者層の支持が得られていないという分析結果をもととして、働く世代を組織している連合組合員をはじめ、非正規雇用などの支持を得られずして、中堅、若者層への支持は広がらない。従って立憲民主党と連合との協力関係を強化すると強調した。総括案は3日午後の両院議員総会で党の所属議員に示され、 10日の取りまとめに向けて議論を始めめる。まとめられない政党だからどうなるか。からいばりの政権打倒を目指すとして共産党とも野党共闘する作戦は足元の労組連合からも嫌われた。女性活躍へと呼びかけるも、ジェンダー不平等や夫婦別姓などを支持するのは皆の衆からつま弾きされそうなグループばかり、血につかずうわっつらをなでるだけだ。 左派リベラルでも結構だからどこからも攻められない日本を守る政治活動に邁進してくれればいいだけそのため憲法論議でも防衛費増強でも現実を見て進めてくれさえすればいいのだプロ市民ではない国民は難しいことを言っていないよお聞きいただき感謝申し上げます